お盆の時期は親族一同集まって、死者の霊があの世から一時帰宅する日として人々はとても大事にしています。死者の霊を自宅に迎える時や送り出す時には、ある地域などでは儀式のようなことを行ったり、手を合わせたりなどして死者の霊に対して敬意を表していますね。愛する家族や友人の死に遭遇した時に、誰しもがもう一度彼らに会いたいという思いを抱きます。また愛する人を失った悲しさから、幽霊でもいいからもう一度会いに来てほしいと思う方もおられるでしょう。今日は聖書では死後の状態をどのように説明しているのかということをご一緒に確認していきましょう。まず聖書の詩篇146編の4節には、その息が出ていけば彼は土に帰る、その日には彼のもろもろの計画は滅びると書いてあります。呼吸が止まると人間は死んでしまうことは誰もが知っていることですが、聖書は息が出ていけば土に帰ると言っています。ここで土に帰るということに目を留めてみましょう。創世記2章の7節には、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた、そこで人は生きたものとなったと書いてあります。先ほどの詩篇の聖句の中で、その息が出ていけば彼は土に帰るという部分は、まさに人間が神によって作られた最初の状態に戻ることを示しています。そして聖句の続きには、その日には彼のもろもろの計画は滅びるとありましたが、計画が滅びるとは計画することができないということですよね。つまり霊体は何かを計画したり、意思を持って生きた人たちに対して何らかの接触を試みることは不可能であることがわかります。また聖書の中の伝道の書9章5節から6節にも次のようにあります。生きているものは死ぬべきことを知っている、しかし死者は何事をも知らない、またもはや報いを受けることもない、その記憶に残る事柄さえもついに忘れられる、その愛も憎しみも妬みもすでに消え失せて、彼らはもはや日の下に行われるすべてのことに永久に関わることがない。死者は生きていた時の記憶が一切なく、日の下に行われるすべてのこと、つまり生きている人たちの世界に対して永久に関わることがなく、人をたたったり守護天使のようになって人々を守ったりすることなどもできないというのです。でも私たちはお盆の季節になると、死んだおじいちゃんが家の中に現れたとか、またお盆など関係なく幽霊を見たとか不思議な体験をしたという人たちの話を時折耳にしますよね。死者は土に帰り、生きていた頃の記憶もなく、現在生きている人たちには一切関わることができないと聖書にはありましたが、それでは幽霊となって人々を怖がらせたり好奇心を煽ったりする正体とは一体何でしょうか。このことについても聖書に答えがあります。今度は聖書の第二コリント11章の14節から15節を見てみましょう。しかし驚くに及ばない、サタンも光の天使に偽装するのだから、だからたとえサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したとしても不思議ではない、彼らの最後はその仕業にあったものとなろう。サタンとは悪魔のことですが、そのサタンと手下である悪天使たちが光の天使を装って人を欺くというのです。聖書の中にもサタンが姿を変えて人々を欺いた話がいくつかありますが、よく知られている話で、サタンがエデンの園で蛇に姿を変えて、
人類の父祖であるアダムとその妻エバを騙したことが創世記にあります。神は人を創造された時に、そのどの木からでも心のままに取って食べてよろしい、しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときっと死ぬであろうと言われました。しかし蛇は、そのにあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですかと話しかけ、さらに、あなた方は決して死ぬことはないでしょう、それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのですと言って、食べたら死ぬといった神様の言葉を食べても死なないと真っ向から否定してみせたのでした。このようにサタンが何者かに姿を変えて人々の前に現れる目的は、常に神様がおっしゃったこととは違う思想へと人々を導くためなのです。またサタンはお互いの間でしか知らなかった過去の秘密を言い表すことで人々の信用を得て、同じようにその人個人にこれから起こりうることについても予告することができると人々に信じ込ませようとします。しかしサタンのそのような力は、各時代を生き抜いてきたその長い経験によって原因から結果を判断した統計学のようなところから出ているのです。沖縄の霊媒師であるユタなどは、まさにサタンと手を組んだ商売です。ユタは霊と交わり、死んだ先祖がこのようにあなたに伝えていると言って人々の心を引きつけ、拝みが足りないからどこそこへ行って拝みなさいと指示して、霊との交わりへと人々を導き、誠の神様から引き離す手伝いをしているのです。それによって多くの人々が神の掟を破るように導かれ、悪霊との交わりの結果、精神的におかしくなり破滅的な人生を歩む方も非常に多いのです。もう一つ聖句を見てみましょう。ヨブ記14章の10節から12節にこのようにあります。しかし人は死ねば消え失せる、息が絶えればどこにおるか、水が湖から消え、川が枯れて乾くように、人は伏して寝また起きず、天の尽きるまで目覚めず、その眠りから覚まされない。死ねば霊体にもならず、ただ消え失せる、そして天の尽きるまで目覚めない。それはまるで眠りのような無意識な状態であると聖書は言っています。よく死者が生前の無念や恨みなどで成仏していないなどと言われたりしますが、息が取り去られた人間は土に帰り無となっているので、生きていた頃に受けた心の傷や辛い出来事については全く無関係なのです。これは何という慰めでしょうか。またお墓の中や霊界と呼ばれるところから地上の家族の不幸を見て心悩ますことなども一切ないのです。そしてここで言われている眠りは永遠の眠りではありません。眠りがあるのなら必ず目覚める時があるのです。二つの聖書の言葉を見てみましょう。まず第一コリント16章の51節、ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられる。そしてもう一つ、ヨハネによる福音書5章の29節を見てみましょう。善を行った人々は命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろう。ラッパの響きとともに、イエス・キリストが地上歴史最後の日に地球に再び来られ、キリストに会って亡くなった人々を迎えに来られるのです。その時、体は不死の体へと瞬く間に変えられ、
空中でキリストとお会いするのです。死は眠りです。お墓にいる時間が長くても短くても、死んでから復活するまでの時間の感覚は一切ありませんから、深い眠りからすっきり目覚めた朝のような感覚で復活するのです。幽霊の正体はサタンとその使いである悪天使たちによるものだったのです。キリストイエスにあって復活させられる人々は幸いです。最後に第一コリント15章の54節と58節をお読みいたします。この朽ちる者が朽ちないものを着、この死ぬ者が死なないものを着るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。2000年前に全人類のために十字架におかかりになられて、3日後に復活されたイエス・キリストによって、私たちはこの素晴らしい復活と永遠の命に預かる特権が提供されました。これを信じてキリストの言葉に従い続けるために、キリストの助けを求める人は誰でもこの恵みに預かることができます。皆様はこの真理をお信じになられますか？今は終わりの時代です。死に勝利されたキリストが私たちを迎えに来られる日がいよいよ迫ってまいりました。共にキリストにお会いする備えをしてまいりましょう。ご視聴くださりありがとうございました。